どうも、お疲れ様です。今回はですね、NFT っていうものがどのぐらい市場に受け入れられていくのか、これをですね、世界一の英知である AI の方にちょっとね、Q&A をしてみようかと思います。ChatGPT っていうね、ソフトウェアがありますんで、こちらの方、今ね、一番知りたいなら検索 Google よりもこちらの方なんですよね。それでは早速スタートしてみようかと思います。ではこちらの画面をどうぞ。はい、えー、なんと言ってもね、 NFT が広まっていって、それが利益を生むかどうかっていうのは、NFT に裏付けをする、例えばね、AI アートのようなクリエイティブな作品、こちらの方がどんどん NFT 実装で広まっていくかどうかが勝負の分かれ目になると思います。もちろんね、著作権を持っている人が AI アートを作った際に、その AI のアートの中にね、NFT を埋め込む作業ってのはそんなに難しくありません。でも NFT を埋め込んでいないと、その AI アートがどっかでね、 いろんな形で転用されてそこで自分には関係ない利益をねどん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 生んでいくのを見ているのは非常にねちょっと残念なことかもしれませんし自分の著作物が他者に乗っ取られる可能性もあるつまりは他の人がね先に自分の作った AI アートに NFT を埋め感情とそれがその人の著作物になっちゃうわけですよ。ですんです今後ね私が考えるところ AI アートは すでに NFT を実装した形で作られると思うんですけどもその辺も聞いてみようかと思いますじゃあ実際にどうなんでしょうかということですこういうふうに AI は答えてくれてます絶対実際 AI アートなどクリエイティブな作品に NFT が実装される傾向はすでに高まっていますということで、まあ、私のね考えてたことはおおむねそうだよというふうになってますねまあ実際にそうなってるよってことをここに書いてますまあ絶対って書き方してますけどもね実際ってことなんですよね はい、続きです代替不可能なトークン NFT はデジタルアートを認証し独自のユニークな作品として販売する方法を提供しますこれは AI アルゴリズムによって作成されたデジタルアートにとってと特に重要ですとつまり何かね画像を作ったりとか音楽を作ったりゲームを作った際にそこに著作権がありますよってことを NFT によってずっとね、えー、保たれていればあ作った人に権利がずっと保たれてそして利益がずっとね えー、こういった NFT を介して供給されるということになりますので、まあ、今後のねあらゆる創作物には NFT が入っていくるんじゃないかなってことを書いてると思います続きですね NFT はアルゴリズムで作成されたものであっても他に類を見ないものとして検証できる独自のデジタル資産の作成を可能にするため AI によって作成された後に最適ですと、まあ、つまり AI によっていろんなものが作られますけどもそれに NFT は最適だっていうことですよね これによりアーティストやクリエイターが AI で作成されたアートを収益化し知的財産を保護する方法を提供できるほかコレクターが独自のアート作品に対して投資して所有する新しい方法を提供できるとつまりコレクターさんが何かしらのアート作品に投資した際そこに NFT を見込むことによって新しいね所有の方法がもたらされるということですよねで最後にこう書いてます NFT の背後にあるテクノロジーが進化し続けよりアクセスしやすくなるにつれ AI によって生成されたアートの領域を含めクリエイティブな世界で NFT のさらに革新的な方法が見いだされるということですよね、まあ、ですので簡単に言うとそのいろんな作品に対して NFT が権利を保護して利益を保護するのと同時にまだ想像もつかない新しい利用の仕方が今後どんどん広がっていくってことでしょうねいやこれはとってもいい話じゃないですか はい、えー、世の中にはね実際にフリー画像みたいなものもありましてどん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 商用利用 OK なんで使ってくださいよっていう形でね、えー、その作品を作った元が有名になるためにそのイラスト屋さんとかねそれから特定の、あのー、画像を広めていくフリーのモデルさんとかもそうですけどもね、まあ、あの無料で広めることによってまずは自分を認知させていってその上で何かをするっていうふうなアクションもあったわけですけども。 今後はですね、どんなものにも、それこそ落書きみたいなものにも NFT を埋め込むことによって、それがどこかで誰かの目に留まって何かに使われるかもしれない。例えばそれが商用利用されたとして、そこで10万円だか100万円だかの利益を生んだときに、本人が気づかないところで、あれ どっかから収益が入っているということは自分の作品をどこか分かんないけども商売に使って儲けた人がいるんだなっていう風なね次の喜びにもつながっていくんじゃないかなと思うんですよ、まあ、そういった形で今後は NFT ってものがあらゆるものに組み込まれていくことが予想されるとそう思うようでしたら NFT に今のうちにね出資をしておくってことも可能ですしじゃあどこの NFT だったら信用できるのかっていう風うなその会社選びも大事になってきますよね。 や NFT を提供しているその裏付け元がなくなってしまったりとかね例から無責任だったりしてはいけないですからね、はい、ということで NFT のことまだまだ難しいことが増えていきますけどもまあそれに勉強してねついていくことによって自分がどう立ち広めればいいかってことが分かってくるんじゃないかなと思いますはい私の動画でもねますます NFT については紹介したいと思いますので私も学び始めてねもうちょっとで丸1年ですよまずは AI アウトを作って なるほどこれにはやっぱり NFT 必要だなってことを実感したわけですからねだから NFT の世界に入っていったわけですけども確かに NFT による利益っていうのは、うん、なんかね比較するのはちょっとあれですけどもねあの昔の ICO バブルみたいなのもの、ね、に似てますね ICO は実体がなかったんですけども NFT は実体があるものにしか裏付けとしての NFT をつけませんので、まあ、その辺で安心かなと思います皆さんどのように感じにたでしょうかそれでは失礼します